瞬間ですね、本当にきっちりコーナーの関西にエルボーをかましていった。もう一度いきますか。スマートな技です。大阪城ホール、自然発生的に小崎コールが湧き上がっています。ロープに振ってさあ回転エビ固め、そして関西にタッチした。もうもはや関西しかいないのか。4人まとめてぶち込ませてほしい。しかしそうはさせない。南うまく体を預けていった。さあツインタワーズのダブル攻撃、高さがあります。一つ一つの技に高さがある。何をするんですかこれは。上に乗って山形を見たかも。なんとこれは生贄状態。そして今放送席の山本さんに北斗が挑発していった。屈辱的な試合になってきた。 JWP にとってはちょっと見てられない。ああ4つのコーナーポットが関西危うし。なんですごいんだろう。ちょっと危ない。JWP ファンにとってはあまりにも屈辱的なファイトになってきた。北斗に一発、あっと DQ ボム。デンジャラスクイーンボムというやつですね。最後の人たちね。さあ今度は尾崎だ。今度はタイガードライバー。結構ダメージあるから測るのが勝ちますね。しかもね、これ4対2でしょ。どうやってもカットに出てきちゃいますからね、相手はね。どんなに残ってる、これは AWB の選手が、あの、H ですね。どんなにカバーしてもね。お、これはチャンス、チャンス、テキーラサンライズ、チャンスだ、チャンスだ。ワンチャンス、いやー、ワンチャンスを乗りたとき、山本さんやっと一人。そうですね。これは何か反撃ののろしということでね、きっかけにしていきたい。最高のタイミングでしたよ、今の。尾崎のテキーラサンライズが火を吹いた。しかしまだ、これでね、尾崎の切り札が一つ出ちゃったわけですから。うん、あとね、これ計算してちょっと暗いものがありますよね。そうしますと、やはり関西まだスプラッシュマウンテン出ていませんからね。にしてもちょっと放送席の山本さんにとってはなかなか見るに耐えない試合展開。ここまで、いや、僕は先ほどのポーズをですね、はい、あのビデオで、あのラスカチュラスがその LLPW さんに挑発したのを見たことがあるんですけども、実際にやられてみるとものすごいプレッシャーがありますね。プレッシャーが今あの無意識に立ち上がってましたね、さっき。そうですね。いや、いつも冷静な山本さんですけれども、思わず立ち上がって、最近は出過ぎなんでね、あんまり目立たないようにしたいんですけどね。いやいや、あそこまでやられたね。やられたら、やっぱこれはね、北斗選手の挑発に乗ってしまいますよ、これは。北斗はセカンドロープを利して、うまくエルボーを当てていった。尾崎、お、これもいいタイミング、いいタイミングでローリング戦闘、飛べコンヒーローという形ですけれども。青崎も蘇りましたよ、山本さん。そうですね、なんとかこの調子で。ああ、サンダーファイヤーパワーボムから、お、これはいい距離だぞ。おっと、キャプテンの北斗が狙われた。ダイビングヘッドバットダブル。4方向ってわけにいかなかったですけど、はい、カウント2、やはり一つの縄ではいかない北斗。まだまだちょっとね、北斗からホールを取るにはもう一つ何かが欲しい。関西怒りのハイキック。それにしてもまだラスカチョーラスは3人、 JWP は2人。どうしてもスタミナ、長引いていけば長引いていくほどスタミナに
サイアングルパワーバーム尾崎危ない。本当に JWP2 人は3人分の動きしてますね今ね。それにしても合体だ今度は。もう尾崎これは返せないでしょう。40分経過です。うわ40分を経過しました。尾崎真由美のこの無尽蔵の打たれ強さ、スタミナには本当に敬服されますが、まだ返しますよ尾崎は。ちょっとここはねパンサーにタッチしたい。あ、うまく丸め込んだぞ。これは分かんない。カウント2。いや三田も斜めですね。三田もしたたかですね。一気に三、うわー、すごい、すごい、超デンジャラスバックドロップ、これは返せないか。いやー、怒涛の反撃だ、怒涛の反撃だ。JWP チームの総合優勝でした。改めまして、JWP 選手をコールされましたので、JWP チームの勝ちとなります。いやー、山本さん大逆転ですよ。そうですね。なんとか決めましたね。畳みかけたのが良かったですね、最後にね。そうですね。関西が。まあ、これ一つ勝因はやっぱり尾崎と関西が残ったってところですかね。そうですね。最後の合体技。いやでもね、あれがあったでしょう。自分の気持ちはね、まだやっぱりハラハラしてますよ。まだ、いやもう心臓がここ深くね、収まりませんか。収まらないですね。まあ勝利したことよりもむしろ先ほどの挑発がプレッシャーが残ってますね。山本さんの脳裏にくっきりと焼き込まれた、そんな一戦でしたけれども、はい、いやしかし JWP このタックで負けては後がないというね、最強チームだったんですけれども、あわやあわやラスカチョーラスの毒牙にかかったかというねところだったんですけれども、ちょっと今南が起き上がれませんが大丈夫でしょうか。残念だけどな関西、お前には何にもねえよ山本。今日はな、関西に見てみろ、3本おられたよ。 JWP が勝って嬉しくて泣きそうだろうけどな、お前との戦いはな、終わってねえぞ。この北斗晶に睨まれたらな、最後だっていうことをよく覚えておけ。北斗のマイク、ね、ちょっと忍びないんですが、山本さんに印象を聞きたいんですけど、山本さん、いやまあ北斗選手に睨まれたらやっぱり怖いですよね。ただね、これだけ挑発されたらやっぱり僕はレスラーじゃないですけど、やっぱり社長ですからね、選手のやっぱり山本に立たなきゃいけないですから、それなりのやっぱり落とし前を JWP としても付けさせてもらうということをしなきゃいけないでしょうね。